簡単に説明するとフォールジギングですね。可変フォールジギングというか、まあ従来のジギングって早く巻いてスピードで食わしていくっていうのがずっとオーソドックスな形だったんですけど、まあ、このスローは、まあ、こうフォールを入れていくんですよ。しゃくった後に落としていく。なんで、まあ、なんかこうしゃくってるスピードがゆっくり見えますよね。まあ、それもあって、まあ、スローと言われてるのかなという感じで、こう早く巻いて上に誘い上げていく釣りって、まあ、言えばベイトフィッシュが元気な状態で、まあ、群れから離れて逃げてるようなイメージじゃないですか。じゃなくてスローはもっともっとこうより弱ったベイトをイメージして、まあ、大型の魚とか警戒心の強い魚が、まあ、自分に危機がなく食わしてやる方法、食いやすく見せてあげる方法というか、それが多分スローだと思いますね。でね、今使ってるタックルは、ゲームタイプスロー J です。これの、B66 の2番で、これに、押し味が、フォールカスタムの 1000HG で、ラインは、EX8 の1号で、リーダーが、マスターフロードの5号使ってます。でジグが、ウィングフォールの 130g、 色は今回グローを入れてます。夜光カラー入れて、シルバーにこう夜光カラーがゼブラ状に線状に入ったものを使ってます。常に何か変えていってますね。常に変えないと魚の変化に追いつけないんで、当たりがなくなったら次のこと、当たりがなくなったら次のこと、それはもうリール変えたり竿変えたりジグ変えたり針変えたり、何かしらを変えるっていうことで、新しい、釣り方ができるようにするようにしてます。水温が、2度ほど上がってるみたいで、まあ、潮回りも少しちょっと小さめの潮回りなんで、ちょっと食いはあんまり良くないかなという感じですね。まあ、魚ベイトとかの、ね、立ち上がり具合はすごいいいんですけど、それを捕食しに来てる魚の元気が少しないかなっていう感じですね。アコウだね。いいじゃない、40超えたんじゃない。今食ったらね、ウィングフォールの130でした。ちょっとね、塩がないんで、まあ、軽めにして、で塩に乗せていく感じでアクションしたら、ちょっとねサイズアップしたアコウが食ってくれました。バッチリですね。まあ、グローも効いてるみたいなんで、まあ、ちょっと色も変えながら様子見て、まあ、釣りづらい中でもウィングフォールだったら食わせれるんで、やっていきたいと思います。ゲームタイプスロー J なんですけど、まあ、島の中にもいろんな竿、スローの竿あるんですけど、この竿は本当ちょっと特殊に作ってあるんですよ。でそれが誰でもスローができる竿っていうのがコンセプトなんですよ。竿全体が一度に曲がっていっぺんにこう復元するんですよね。誰がしゃくっても、ロッドワークだけでジグを動かせることが簡単にできるように作ってあるんですよ。なのでまあ、スローを入門される方でも全員いいでしょうし、まあ、ベテランの方も多分使ってもらっても、この竿の奥行きが分かってくるんじゃないかなと思います。で前作よりも強度もアップしてるし、竿自体もすごく強くなってるんで、よりねこうスローをしながら、竿をしっかり曲げて大きい魚を取ってもらうっていうのを、しやすいようなタックになってます。あとね、ゲームタイプスロー J なんですけど、今回ね、バットジョイントの2ピースになってます。2ピースでありながら、まあ、もちろん、持ち運びはすごい楽になるんですけど、バットの部分、リールシートの部分を、竿をつないだ時に1ピースになるようにしっかりグリップが曲がるようにできてます。これによって非常に、ジャークがすごい楽になるし、魚のファイトもしっかりこうバットの部分がしなって竿を上げてくれるんで、2ピースの今まで良くないとされたところを、網羅できてるんじゃないかなと思うんで、すごい使いやすい竿に仕上がってます。ずっとしゃくってても結構体がすごい楽です。なので細身で竿がこう勝手にジグをアクションさせてくれる高反発で、スパイラル X コアを入れることによって、強くなる、全部がねこう揃って、もうこのスローのジギングに特化した竿になってますね。まあ、従来ウィングっていうジグがあって、でそのジグもすごい良かったんですよ。すごい釣れるし、でもかなり前にできたジグで、どうしてもね引き重りっていう点がすごく重たかったんですよ。こうジギングしてる中でジャークするとすごい重たいなっていうのがイメージだったんですね。でアクションはいいんですけど、
その重みを何とか取ることができないかっていうところにちょっと今回考えるようにして、で引き重りを軽くして、まあ、柔らかい竿でも使えるように、よりこうジグがふわっとナチュラルに動かせれるように竿のパワーだけでジグが横向くように作ったんで、しゃくり心地がすごく良くなってるっていうのが進化の一番の、場所ですね。でそれでいながら、あのウィングの良かった派手な、あのすごい派手なフォールアクションっていうのはそのまま受け継いでるんで、よりこう使いやすくしていいとこ取りしたような感じになってます。フォールレバーは、チャンスを2倍にしてくれるものですね。今まで、ジギングを始めてボトムを取るまでっていうのはもう完全に待ってるだけやったんですよ。それをフォールレバーを操作することによって、フォール中全てのこうジグの動きを制御できてコントロールできるようになってるんですよね。なのでもう水水面にジグを落とした瞬間からジギングがスタートするんで、フォールレバーは、魚をキャッチするチャンスを2倍にしてくれるものです。まあ1号なんでねあ、ここに見えた。お、ダブルダブルダブル、取った方がいい、取った方がいい、ダブルダブル、ひらまさひらまさ、やったぜ。でも1個マシっすよ、全然こいつ、こいつええっすよ。うん、こいつええ方、ジグこうでしょう。魚を大事にすることです。もうそれ一言ですね。あのやっぱり向こうも命がけで遊んでもらってるし、僕も真剣に魚釣りしてるんで、その分あの魚にちゃんと敬意を払うじゃないけども、魚のことを考えて、必要以上に取らないとか、リリースはきちっとするとか、そういう最低限のマナーを守るようには絶対にしてます。